ご覧いただきありがとうございます。新谷雅樹です。本日私は京都府総楽郡青果町桜ヶ丘にございます 3LDK の賃貸アパート 3Z ハイツという物件にやってまいりました。まずはこの部屋、リビングスペースなんですが、テレビ、テーブルなどを置いていただいて一家団らんのスペースとしてご利用ください。お部屋にはですね、このように大きな窓もございまして、窓を開けていただくとバルコニースペースに進んでいただきます。お洗濯物も十分に干していただけるスペースがございますので、こちらで、皆様の洗濯物を干していただければと思います。リビングスペースのすぐ隣には洋室のスペースがございます。こちらご夫婦の寝室にしていただいてもいいのかもしれませんね。窓も大きくございますので明るい雰囲気のお部屋となっております。この扉を閉めていただきますと、このように収納スペースがしっかりとございますので、ぜひともご利用いただければと思います。それではリビングスペースに戻りまして、キッチンスペースをご紹介いたします。キッチンスペースはカウンターキッチンスペースとなっておりまして、シンク、調理スペース、そしてガスコンロスペースもございます。奥には冷蔵庫スペースもございますし、こちら1階のお部屋ということで床に収納などもございます。もちろんですね、キッチン用品をしっかり収納できるスペースもございますのでご安心ください。お部屋を出まして、すぐ隣には和室のスペースとなっております。こたつなどを置いていただいて、ゆったりと過ごしていただいてもいいかもしれませんね。ハンガーフックなどもございますし、こちらもですね、押し入れタイプの収納スペースとなっておりますので、お布団、衣類などもしっかりと収納していただけます。また、和室を出まして、こちらもですね、洋室のスペースとなっております。お子様の子供部屋にもぴったりなんじゃないでしょうか。こちらのお部屋にもですね、このように、しっかりとした収納スペースがございますので、ぜひともご利用いただければと思います。そしてお部屋を出まして、こちら玄関スペースですね。玄関スペース、下駄箱を置くスペースもしっかりとございますので、下駄箱を置いていただければですね、靴もしっかりと収納していただけます。最後は水回りです。こちら扉を開けますと、お手洗いとなっております。奥にはですね、人気のシャンプードレッサーや室内洗濯機置き場もございますし、お風呂もですね、ゆったりと毎日の疲れを癒していただけるサイズとなっておりますので、しっかりと使っていただけます。いかがでしたか？これだけ広々と使い勝手のいい 3LDK タイプの賃貸物件、気になるのはやはり賃貸条件ですよね。気になる賃貸条件は弊社ホームページをご参照ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のまさきのスタッフは皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。